これが残された真実の全てか。団長が亡くなったのも、うん、決闘を仕組んだのも黒のアルベリヒでも、彼さえもまた、どうやらジョルジュ先輩とはまた違う形みたいですね。ああ、アリサの父上の自我を乗っ取るように現れた別の自我。知性の長という人格が乗っ取ったってことなのかしら。うむ、わらわとは違う形で不死を実現した存在のようじゃな。おそらくは優秀な知性の子孫に寄生融合することで流らえる。父様。そしてアリアン・ロード、いや、リアンヌ・サンドロットの真実。250年にわたり彼と帝国の行く末を真摯に案じ続けていたとは。まさに聖女と呼ばれるにふさわしい人物ですね。でも、その人がずっと気にかけていたのって。ずっと疑問だったことがある。どうして幽玄と陛下はあそこまで宰相を立てるのかとな。そうか、そうだったんだ。陛下は知ってらっしゃったんだ、皇帝家の黒の使者によって。250年前の獅子戦役を終わらせた帝国中高の祖にしてトールズの創立者、かの獅子神皇帝の生まれ変わりがギリアス・オズボーン宰相であること。じゃなさそうだな。よもや残されし真実がそのようなものだったとは。のアホどもが、ディアンヌもドライケルスもなぜわらわに相談せぬ。わらわは主たちの友、そう言ってくれたではないか。いや、どうしてわらわはこの250年ずっと気づけなんだ。おばあちゃん、ロゼ。ローゼリアさん、黒の騎士イシュメルガドはどういった存在なんですか。はあ、確かにどう考えても全ての元凶って。尋常じゃないオーラを漂わせる騎士だとは思ったが。わからぬ。だが千年もの間ほとんど姿を現さなかった謎の鬼神じゃ。250年前の獅子戦役はもちろん、900年前の暗黒竜の時もいなかった。じゃが、その両方、いえ、帝国の忌まわしき歴史のほぼ全てに関わっていたとすれば。バリマールにせよ、オルディーネにせよ、騎士にはそれぞれ自我があった。だがその自我が何らかの形で悪意に目覚め、力をつけていけば。もともと争っていたとはいえ、1200年前知性と魔女は和解しました。大いなる一の封印のみならず、帝国の創設にも共に力を貸したそうです。なのに800年前の帝都奪還を最後に彼らは一切の交渉を断った。おそらく背後にいたのが黒の騎士、それこそ知性を眷属として取り込んじまったのかもしれねえが、いや、むしろ下僕として魂まで霊属させたというべきか。
そして団長の剣以外にもいろいろなところにちょっかいをかけて黒い種をまき散らしていった。ええ、今この瞬間にもまさにアルベルヒ自身が言っていた呪いそのものね。その目的は大いなる一、七の総国の果てに自分自身がそれになろうと。そんなことのために私たち、オーゼットは、ヒリアムさんは、吐き気がしてくるわ。ああ、許せないな。あんた、そいつのせいで帝国は周りの地もずっと苦しみ続けてきた。苦労や聖女、両兵王も不死者となり、ミリアムは命を落とした。クレア少佐の家族やレクター少佐の父親、犠牲になった無数の人たち、アリサの父親にジョルジュ先輩、俺の母親やオズボーン最初すら。リーン、落ち着きなさい。見栄としての呪い刺激が強すぎたか。ジ、なんとか抑えて。落ち着くがいい、我がライザーよ。バリマール、なんて温かな。ここって、鬼神が起動者と契約する位相空間。いや、それとは違うみたいだな。バリマール、喋れるようになったのか。工房の本拠地の時とも違う状況みたいだな。うん、一時的にではあるが、呪いの枷を外せたようだ。かつてのように感情レベルは大幅に抑えられているが、いずれ現実世界でも言葉を取り戻してみせよう。そっか、よかった。本当に聞くがいい、リーンに準機動者たちよ。全てが黒の仕業というわけではない。人の未熟さが招いたことでもあるのだ。そのことを理解せねば、この先の総国も越えられまい。たとえ剣を取り戻したとしても。来てくれたんだな。うん、この状態になってようやく見えてきたことだけど、
王国が奪い合いっていうリーンたちの認識は合ってるよ。本来不死者であるクローンは負けたら消えちゃうところだったけど、あの決着に持っていければしばらくは猶予は稼げると思う。黄昏が終了したらその限りじゃないのは確かだけど。だろうな。クロウ、もう一つクロについてだが、かの鬼神の力はあまりに絶大、断りから外れた存在と言えるだろう。極限すれば全てに勝利できるが、それでは闘争の果てのサイレンセの条件は満たせぬ。おそらく最後はある構図となるだろう。すなわち他の5機の力を手に入れた1機がわずかではあるが勝利の可能性を手にし、黄昏の極まりし時において黒の鬼神と対峙するという構図に。候補は両陛王の紫、聖女の銀、皇太子の赤、ルーファスの金、そしてクローの青を味方につけたリーンの灰の5機ってことになるね。だったらリーンが、いや俺らが目指す道は一つしかないだろう。まさに妖霊窟での総国が試金石となったな。うん、同じように団長だってなんとか説得できれば。うん、あの原始を見る限り聖女にも可能性はあるだろう。ああ本来だったら共闘してもおかしくない立場だ。いけますよ、絶対に。甘くはねえだろうが、なんとか光は見えてきたかよ。まあ皇太子やルーファス総督は味方には引き込めないでしょうけど、それでも総国に打ち勝てば彼らの鬼神の力は取り込めるでしょう。そうして味方を増やし力を蓄えてオズボーン宰相と対峙できれば、たとえわずかな可能性でも真の元凶を倒せる勝機につながる。ああ、俺が煮えでも鬼でもなく己自身としてバリマールを借り、ミリアムの剣を使いこなせるなら。うん、それでよい。うんうん、僕も全力で協力するつもりだよ。ミリアム、待て。待ってください、まだ話したいことが。大丈夫、僕はいつでもみんなと一緒にいるから。一緒に頑張ろうね、ユーシス、アーちゃんたちも。夢じゃなかったんだね。ああ。そうか、ちゃんといてくれたのか。お姉ちゃん、よかったね。まったく、どこまで成長するんだか。おばあちゃん、今のって月明鏡が用意した場、夢とうつつの狭間の開口じゃろ。わらわが先代から役割と使命を継いだ時も同じ状況じゃった。こんなおまけもあるとは。長らく守った甲斐があるものじゃ。そうね、本当にありがとう。ローゼリアさん、エマにセリーヌも、ビータに羅刹も含めて随分と世話になっちまったな。バリマールは再び沈黙し、ミリアムも喋るわけではないが、彼らの魂は
実に存在している。ならば今こそ7組は全員が揃い、もはや迷う必要はどこにもないだろう。ええ、光まとう翼の一員としても。ま、あんたら魔女の助けがなければ積んでたかもしれねえしな。一応礼を言っておくぜ。私も父やシャロンとのこと改めてちゃんと向き合えると思う。サンクス、全部エマたちのおかげ。私は別に後目の話だったみたいだし、でもまあよかったわね。わらわにとっても長年の肩の荷が下りた心地じゃ。新たな事実、わらわからビータや聖杯の副長にも伝えておくとしよう。ああ、お手数だがお願いする。私も東大の巡回魔女として真実を伝える手助けができてよかった。お母さんや姉さんたち、おばあちゃんが守り続けたこの地で、ありがとう。ずっと私たち魔女を導いてくれて、それからありがとう、私を一人前の魔女に育ててくれて。ちょ、何をいきなり。ババアは涙もろいんじゃ、そういう不意打ちをするでない。やれやれ。この上ない成果でしたね。そうね、殿下やトアたちにもいい報告ができそうだわ。ええ、すぐに戻りましょう。俺たちの新たな翼、カレージャス2へ。